ババイサムは、実業家。近畿日本ツーリストの副社長を務め、同社の前身企業の一つである、日本ツーリスト株式会社の創設者でもある。業界発展に貢献した人物の一人で、旅行業界のノブシしと称される。近鉄航空サービス、箱根高原ホテル、近鉄エクスプレスの社長も務めた。資産家の父親が、親戚に騙された後挑戦に渡ったため、 朝鮮で生まれる。朝鮮の中学校から数学の教師と共にイブスキに渡る。東京帝国大学経済学部卒業後の1934年に朝鮮銀行に入校し、中国に設立された中国連合準備銀行にも出向。その後朝鮮銀行の東京や経常に勤務し、経常在勤時銀行総裁秘書をしていた女性と結婚する。 終戦後は日本に引き上げ、復興金融金庫に就職した。事務仕事が多く、職場では、かつての仲間や学生時代の同期生に、先輩格に当たり家を使わなければならないなど、宮遣いに嫌気がさし一年も経たずに退職した。その後は、朝鮮銀行時代の仲間とジャムの製造販売を、したが、うまくいかず、旅行業を始めることになり1948年3月に、 日本ツーリストを創業1950年に日本ツーリスト株式会社として設立する。同期は全金が入る資金の心配がない、設備も原材料もいらない、修学旅行を扱えば不景気の影響を受けない、もともと旅行が好きであるということだった。修学旅行団体獲得のため学校を回るが、コネも信用もなく全く獲得できないため、 出身校や知人から紹介された学校を回り、少しずつ契約が取れるようになる。交通と宿泊の手配をし、天井までこなし、手数料を払わない旅館から回収もしなければならなかった。妻にも営業や天井をやらせ、信用を得るために日本国有鉄道に陳情して、新橋駅と上野駅に案内書を開設するなど、あらゆる努力をした。 さらに当時の移動手段の劣悪さに着目し、車両不足を承知の上で国鉄に、修学旅行専用列車を走らせてくれるよう何度も、陳情し、専用の臨時列車の運行にこぎつける。大きな契約が取れると自らその団体に挨拶に、行き、目的地の交通機関や旅館とは、手数料の交渉を直接行った。また、そうい夫により、 規制概念にこだわらないコースを設定し評判を得るようになり他の団体からも申し込みが来るようになる。さらにはババの熱意に打たれ協力的になる交通機関や旅館も出てくる。ババが目指したのは第2のトーマス・クック第2のアメリカンエキスプレスで事業拡大には積極的であり地方に営業所を開設し規模を拡大していった。しかし全金が入ると 事業拡大に使ってしまい、旅館などへの支払いが遅れ気味になり資金繰りに苦労する。自分の資産を担保にお金を借りたり、地方では営業所長にその地域で資金調達もさせたが、経営に行き詰まり支援者を求めた。そして知人から近畿日本鉄道の社長であった佐柄勇を紹介される。佐柄も観光事業にビジョンを持っておりばばと意気投合したことから、 貸し付けではなく、出資という形で資金を提供した。ババは、その出資で得た資金を、負債の返済には当てず事業拡大に使い込み、次々に営業所を増やして、さらに規模を拡大していく。会社の経営状態は、近鉄から派遣されてきた経理担当役員によって5000万円の赤字であることが判明し、ババは、再起から呼び出され激しい叱責を受けるが、その後も、 経理のことは任せきりで営業活動に力を入れた。1955年、ババの日本ツーリスト株式会社と近鉄の子会社の旅行会社だった近畿日本航空観光株式会社が合併した。日本ツーリストが九州合併される形であったが、社名は日本ツーリストにすることを望み、それに近い近畿日本ツーリスト株式会社となった。ババは、 専務となり、合併後も外を動き回り旅行コースの調査、研究を続けた。年に一回は、全国の営業所を回り、販売成績や利益を調べ上げて、所長を出席していった。会社の営業スタイルはババが言ってきた。積極性のあるものが受け継がれていき、KNT は、のぶ集団と称されるようになる。さらに営業だけでなく事業の多角化や、 会社の近代化に取り組むようになる。近鉄の再起から、KNT から分離した、近鉄航空サービスの社長を頼まれ、KNT 兼務という条件で引き受け経営を立て直し、1965年8月に、近鉄航空サービスは再び KNT に、吸収合併された。1964年は、KNT 社内に副社長の席が設けられ、ババが就任した。 旅行に関連して、修学旅行客用の宿泊施設への進出も考えるようになり、当時、箱根に学生宿舎の建設を考えていた岩崎産業から再起を通じて、施設建設を引き受け、箱根高原ホテルを建設した。会社の近代化の点では、一般団体一団体あたりの人数が減少していた1960年代後半に、 個人旅行時代の到来を想定して他社に先駆けてリアルタイムシステムを導入した。当時の日本のコンピュータはバッチ処理に使うものがほとんどでリアルタイムシステム導入例は少ない時代であったが全国の視点で個人客の要望通りの予約、即時発見するためには宿泊期間、交通期間の情報蓄積とその活用が重要でコンピュータシステムが不可欠と 考えた。投資額は3億円で社内の反対を押し切って導入し、1967年には旅行業開発の宿泊予約システムを稼働させる。またシステムに慣れさせるため教育目的のコンピュータまで導入した。この宿泊予約システムは導入3年後の1970年、日本万国博覧会への旅行の迅速な予約に威力を発揮する。 その間の1966年1月、慢性肝炎と糖尿病を患い国立第一病院に入院する。退院後も自宅療養が続くが、事業の多角化への意欲は衰えず、会社の役員会などの会議にも出席した。1970年3月に、KNT は近鉄との共同出資で近鉄航空貨物株式会社を設立。 航空貨物部門を事業上とし、馬場は同社の社長に就任した。事業の多角化として、予科産業への進出を考え、京都と沖縄にホテルを建設するなど、療養中でも仕事を辞めることはなかった。しかし病気が悪化し1973年9月に、再び国立第一病院に入院。翌年の1月11日に、現職のまま死去した。馬場が死去した。 翌年の1975年7月、KNT は東昇第二部、大昇第二部への上場を果たした。死後30年後の2004年には、日本国際ツーリズム殿堂入りとなった。注釈主展。ありがとうございます。